今日はですね、ちょっとあの変わったことをご紹介したいなと思うんですけども、バケーションレンタルっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。あの紹介にしていただく担当のね、リアレアバケーションレンタルのブラッドさん、はい、じゃあちょっとそれどういうところかちょっと見てみましょうか。廊下からこうやって見えるなんて普通ありえないんですけど、でこのフロアはこの部屋しかないみたいですね。部屋は一体どうなってるんですかね。これね、ちょっと見てみましょう。オープンエアになってますね。こういう風な物件っていうのはちょっと今までなかったね。じゃあちょっと部屋をあの見てみましょうか。すごい広くて、ね、こんなでかいあの冷蔵庫ありますけど、まあ、ここで、すぐあのカハラモールも近いんで、カハラモール行って買い物してここで、料理を作るという、そういうハワイの滞在、これがバケーションレンタルの、まあ、いいところだと思います。日差しがどの部屋にも、やっぱワンフロアにあのこの物件が一つですから、どこにでもこう窓があるって感じでね、非常にこれゆったりできると思います。2ベッドルームですけど、こちらはゲスト用の中バスルームだそうです。もう一個の部屋になると思います。あのゲストの方はここへ泊まっていただいたり、まあファミリーでしたらあのお子さんがとか、こちらの方に泊まって、まあ、一緒に過ごすと。もう本当にこれもう一回なんていうところでしたっけ。シーブリーズ、ちなみにこちらは6、6号室、6号室って、シーブリーズ6です。あ、シーブリーズ6っていうの名前がついてるぐらいね、かっこいいね。なんか正義の味方みたいな名前ですけど、まあこういうことですから、皆さんぜひあのバケーションレンタル、通称バケレンって言うんですけども、レアレアのバケーションレンタル、ぜひご利用してみてください。面白いと思いますよ。